直江兼次らは服部半蔵目指すは龍勢手薄とは言っても、うん、分かってる。まあ急がないと。あの娘が死の雪村様たちが敵主力を引きつけてくれてるんで、早いとこ龍禅さんを見つけちまいやしょう。龍禅様は絶対助け出すんで。観察の悲しそうな顔はもう見たくないし。それじゃあ行きますか。敵に見つからないように抜き足、差し足、忍び足、敵将撃ち取ったぜ。はっ、行くぞ。敵の気配がまるで読めない。うん、どうも似合うぜ。うん、たさて、うん、超いい感じ。この調子でガンガン行っちゃうってことで。行かない行かない。この連立コードって分かります？受けてた。影が下げる。肝臓の旦那、お願いしやす。あっしはこのお嬢さんと城内を回るんで。味方本体は大丈夫かな。雪村様、また無茶なことしてなきゃいいけど。私も観察が心配だし、さっさと龍禅様見つけてみんなのとこ行かないと。簡単に言ってくれるね。さっきから足引っ張ってるのはこっちなんすけど。これほどとは見ないぜ。引くしかあるまい。なんか落としてったみたいだけど、これって何？へえ、あんた意外とやるじゃん。お、助けに来てくださったか。信じて待った甲斐がありましたぞ。いやー、なんか別の人助けちった。この先には聖斎様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。聖斎も龍禅様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。受けて立つ。あ、いたいた。龍禅様助けるために手を貸してくんない？龍禅様、打ち取ったぜ。あなたたちは分かっていない。彼らがどれほど強いか、恐ろしいか。星君の命がかかってるし、簡単には乗れないか。こうなったらこっちも強いって分からせるしか。龍禅様を連れ戻せば趙雲殿も味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで。そうすればこっちの腕輪は5つ、勝機はこっちにあるってことでどうでしょう。あなたたちの力、そして状況は分かった。一緒に龍禅様を救って。龍禅様の居場所は分かってる。でも結界があって近づけない。結界か。あ、そういやこんなの拾ったんすけど。それは結界を解くために必要な鍵。でも一つでは用をなさない。他も集めないと。聖斎様、やはり連合軍の方に。こうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして必ず龍禅様をお救いする。あなた方の覚悟よくわかりました。その道極めて求めているものはお七部様がお持ちのはずです。
させよう。でも今は信じるしかない。行くぞ。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者かしら。影、任務全うする。まるで夢のような妙な気配ね。これも何かの技なのかしら。半蔵の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。足が助け立ちしますぜ。行くぞ。ここは手分けした方がよくない。私たちは結界解くやつ探すんで。さて仕事だ。受けてた。現れたようだね。侵入者は撃退する。残念だ。そういうものだ。ここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ。あらまあ、張り切ってらっしゃること。へえ、あんた意外とやるじゃん。見事。行くぞ。一緒に道極めてみたい。任せとけ。あんたかなり強くない。もしかして真の三国無双ってやつ。勝者に従う流れか。欲しければ持っている。どの道5つ揃わねば意味をなさない。何その言い方。絶対全部集めてみせるし。子供だましね。つまらないわ。敵将撃ち取ったぜ。ねえ、誰か夢も見ないほど私を疲れさせて、そうしてくれたらいいことを教えてあげる。ほら、人の後ろに勝手に入るなんて悪い子だね。お仕置きだよ。やっぱあのなんとか忍法の人か。そうじゃないかって気はしてたけど。ネネ忍法で気配を消してたけど、そろそろいいかな。へえ、あんた意外とやるじゃん。さてと、忍びの技の見せ所だよ。ネネ忍法、分身の術。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン、頼りにさせてもらうぜ。わかったぜ。体の動きも鈍い。約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるのは超高度のが持っている。ありがたいけど、なんか大変そうなお姉さんだにゃ。行くぞ。なんか落としたけど。え、これ探してたやつじゃん。敵将撃ち取ったぜ。あれは侵入者か。捕らえ、おねね様に報告せれば。ほら、邪魔さ。自分ばっかいい格好してんじゃねえぞ。なんかうるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。敵将撃ち取ったぜ。あらまあ、張り切ってらっしゃること。いたたた、元気が良すぎて困っちゃうよ。一休みしないとね。どうぞごゆっくり。あっしらその隙に進ませてもらいますんで。
そんなことはどうでもいい。さて仕事だ。私はただ結界を解く道具に欲しい。極めて見合いかせとけ。結界を解きたいのか。そういや宗妃殿の奥方が何か持ってたな。本当？いいこと聞いちゃったかも。結界とか知らねえし。あ、おねね様が持ってたあれのことか。そう、これでまた一歩龍禅様に近づいて。宗妃って人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はねね殿が持っていると聞いた。じゃあどっちも倒すってことで。なんだろうこのはしご。あ、ここにかければよくない。ここは通せません。私と彼らの美しい連携で撃退してみせましょう。こんな狭いとこに怪物連れ込むとかありえないし、超邪魔なんですけど。受けて立つ。これ以上あがいては無粋ですね。失礼いたします。なんか落としたけど。平八これにやれ。これ探してたやつじゃん。受けて立つ。情けないですよね。極めて一人侵入者を止められないだなんて。敵将撃ち取ったぜ。これでもみんな頑張ったんだよ。ただ相手が元気良すぎちゃってね。もう残念、私は何にも持ってないよ。ウギ、持ってるのはあっちか。こうなっては仕方ありませんわね。聞かせてもらいますわ。おや、結界が解けるとは。助けてくれて感謝する。龍禅様、ご無事で何よりです。お救いできて本当に良かった。私のために迷惑。これからはもちろん任。それじゃあ。ああ、龍皇子だ。神の国託された思い。いい調子だ。このまま行く。腕輪は無事見つかっただろうか。落ち着くがよい官兵。先ほどアレス腕輪を持つふりをして。ただはい、お任せを。あの銀兵殿、兄上たちや趙雲殿と戦うのは私だ。よく言った我が娘。はい、戦場を混沌